社会保障制度改革推進会議とは持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づき2014年より内閣に設置されている会議。本部の主任大臣は内閣総理大臣である。これまで日本の社会保障制度の意思決定機関をどこに置くかは様々な経緯をたどってきた。 古くは1949年の総理府付属社会保障制度審議会があり、後に厚労省社会保障審議会に統合されるが、しばしば内閣でにおいても、社会保障国民会議、社会保障制度改革国民会議などの会議体が設置されてきた。本会議は同法の成立により、第二次安倍内閣により設置されたものである。会議は、 次に掲げる事務を司る。中長期的に受益と負担の均衡が取れた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、前省の措置の進捗状況を把握するとともに、社会保障制度改革推進法第2条の基本的な考え方等に基づき、平成37年を展望しつつ、総合的に検討を行い、その結果に基づき、 内閣総理大臣に意見を述べること。内閣総理大臣の諮問に応じ、受益と負担の均衡が取れた、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、社会保障制度改革推進法、第2条の基本的な考え方等に基づき、調査審議し、その結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べること。会議は、委員20人以内をもって組織し、 委員は内閣総理大臣が任命する。議長は委員の5選により選任する。議長委員、ありがとうございます。